ございます。まあ、今まだ8時になってなくて、多分7時半ぐらいかな。いい天気、もうこの鳥の鳴き声とこの明るさで朝日で起きますね。向こうがすぐ海になってて、海を眺めに来てる方たちが何人かいますね。ちょっとコーヒー飲みながら、まあ、海を眺めて、まあ、今日の予定が全く決まってないから、まあ、それを考えようと。朝ごはんは昨日買っといたアボカドと納豆と米を食べて、食べます。まだ今日のことは何も考えてない。今いるのが愛媛県の今治市っていうところなんですけど、まあ、ちょっと場所的にこう88箇所全部回るっていうのはまあなんか大変そうなんで、まあ、今回はちょっと今思いついたんですけど、まあ、とりあえず高知県までは、どこにも寄らずっていうのはそういう意味じゃなくて、まあ、御朱印とかもらわずに走って、で高知県入ったらあの、まあ、39番札所があるんで、まあ、そっからこう順番、まあ、逆回りで、まあ、39、38、37って感じで、まあ、通過していけるんですよ。で、まあ、最終的にフェリー乗るのが徳島県なんですけど、まあ、そこで一番札所の霊山寺に行って、だからまあ39箇所今回は回れればいいかなって今思いつきました。海沿いずっと走ってって、まあ、143キロぐらい走んなきゃいけないんですけど、まあ、ムーンビーチ井浦キャンプ場っていう無料キャンプ場があるみたいなんで、まあ、とりあえずそこを目指そうかなと思います。まあ、泊まるかどうかは分かんないけど、まあ、とりあえずそこまで行こうかな。まあ、全然その39番札所までは全然到着はしないんで、まだお遍路はまだ始まんないですね。あとは四国カルストってとこに行きたくて、まあ、そこに泊まりたいんですよね。四国カルストキャンプ場があって、まあ、こっからも行けるんですけど、まあ、四国カルストは高知の須崎っていう町から行こうかなと今思ってます。まあ、なので今日は海沿い走って、もう今治市を抜けて今西条市っていうところを多分通過中ですね。天気はちょっと悪いな。天気予報見たら、今日明日が雨っぽいんですよね。まあ、なので、まあ、四国カルストに行こうかと思ったんだけど、まあ、今日明日は雨だから、雨っていうか天気が悪そうだからちょっと避けました。
東温市に突入して、この国道11号線を走ってます。親しみ国道11号って書いてあるけど、まあ、どう考えてもこれは原付には不向きな道路で、めっちゃ速い、トラックが多いし、あと坂道なんですね、上り、まあ、これからまあ下っていくと思うんですけど、またあと寒いですね。今靴下を厚手の長いやつに履き替えて、上にパーカーを羽織って羽織りました。あ、ちょっと雨が降ってきた。まあ今はまだ山の中なんですけど、東温市っていうところの、まあ、まだまだ多分こっから降りていくと市街地について、でまあこのままこう海沿いに突入して、海沿いをずっと走っていきたいなと思って、でここの海沿いのルートっていうか道がなんか夕焼け小焼けラインって書いてあって、あった、ここが夕焼け小焼けラインって書いてあって、まあ、ちょっと走りたいなって思ってますね。まあそれ以外何があるかあんまりわかんないんだけど、はい。まあ、あと、まあ、全然今日とは関係ないけど、高知のこの半島、この一番先に地獄の穴っていうのがあって、ここにちょっと行きたいですね。まあここはまだまだ、明日明後日し明後日とかの話なんだけど、300m のトンネル、 375m のトンネルを通るんですけど、まあ、こんな感じで片側一車線で、まあ、後ろからバンバントラックとか、まあ、車が結構なスピードで走ってきて、あー厳しいな、行くか。今あまりにも車の流れが速すぎて危ないんで、ちょっと道端で休憩してます。今は愛媛県伊予市を通過中。まあここは県道かな。まあさっきまでは国道で、あ、多分国道でだいぶ原付にはしんどかったけど、こっからは結構のんびり走れそうな気がする。伊予市を通過中ですね。まあ、この海沿いをあと8キロぐらい進むと、下灘駅っていう駅があって、まあ、ちょっとそこに行ってみようかなと。なんか無人の駅らしいんですけど、まあ、JR の駅の無人駅。
まあ、今下灘駅をまさに通り過ぎてきたんですけど、もうかなり人がいて、あの路中禁止だったんで、もうとそのまま通り過ぎてきちゃいました。今歩きお遍路してる方とちょっとお話ししたんですけど、その人は公園でテント張って寝てるって言ってた。基本的にもうなんか夜遅くに公園着いて、でも早朝に出発するから基本的にもう怪しまれることはないって言ってた。すげえな。なんか1日1000円で済ませてるって言ってた。だから、まあ、野宿して食費とか、まあ、飲み物とか歩く、まあ、1日なんか30キロぐらい歩いてるって言ってたね。すげえ。なんかロン毛でかっこよかった。関西から来たって言ってたけど、すげえな。今鳴川渓谷キャンプ場ってとこに向かってて、まあ、こっち今映ってる方にあと3キロぐらい進むと、まあ、無料キャンプ場があるみたいなんで、まあ、ちょっとコロナでやってるか分かんないけど、とりあえず行ってみようっていうことですね。まあ、今時間が16時11分なんで、まあ、早めに宿宿泊決めないと暗くなってしまう。鳴川渓谷のキャンプ場に着きました。結構道中は全然人に会わなかったけど、ここまで来たら割と人がいますね。もうちょい向こうに進んでいくと多分テントサイトがあって、まあ、だからちょっとあっちに行ってみよう。まあ、ここは温泉もあるな。今日のキャンプ地、ここですね。このウッドデッキの上に、まあ、テントを張ります。まっすぐここに炊事場もあって、あとは川が流れてて、
まあ、川の音を聞きながら寝るっていう感じですね。まあ、あとは、まあ、ここはおそらく、まあ、今日の夜が晴れてるかわかんないけど、まあ、多分星が綺麗だと思うんで、ちょっと、まあ、テントサイトの真上、まあ、ほぼ真上か、もう多分ここから星空が見えるかもしれないって感じ。テント設営完了しました。今時間が、危ね、17時6分。あ、まだそんな時間なんだね。まあぼちぼちちょっとご飯の準備しようかなと。ちょっと疲れすぎてちゃんと取れない気がするんだけど、今からまたオムレツを作ります。これ卵5個ですね。卵5個をちょっと今こっちでご飯を加熱してるんで、まあ、卵はアルコールストーブでやります。まあ、アルコールストーブとこのメスティンに、オリーブオイルを引いてオムレツを作ります。やるか。いや今日は本当に疲れた。やばい。まあ昨日は割とうまくいったんですけど、よし、くっつくからな。やばい、疲れすぎて手が震える。やばいな、めっちゃ手が震える。いや、やば、ちょっと待って。バイク乗ってたからね、ずっと振動で手が震えるのかもしれないね。でちょっと落としそう、これを、まあ、流し入れて、もうこれ早、もうちょいあれなのかな、加熱してからのがいいの。まあいいや、食えればいい。まあでも目玉じゃない、ゆで卵よりこっちの方が味は好きなんですよね。よし、これで蓋閉めてほっとけばいいのかな、もしかして。そうしてみるか。今加熱してます。これね、家でやるときって、まあ、メスティンではもちろん家ではやってないですけど、家ではフライパンとか卵焼き器でオムレツを作ってるんですけどね、すぐできるんですよ、それだと。でこんな待つことはないんですよね、卵焼きっていうかオムレツで。どうすればいいんだろう。やばい、手が震える。あんまりやってもね、焦げると思うから、こうなんか場所を変えながら加熱していけばいいのかな。なんかもういい気がするけど。では今作った卵焼きを開封します。熱っ熱っ。ちょっと半熟で、ちょっとっていうか結構半熟で、あ、まあいいんじゃないですかね。卵焼きっていう言えんのかな、これは。まあ、食べれればいいや。まあ味付けとかしてないけど、塩とか全く入れてないんだよ。うまっ。うん、うまっ。明日の工程を考えてるんですけど、まあ、四国カルスと行きたくて、で明日の天気見ると、明日早朝が雨、まあ、4時台まで雨降ってるんですけど、まあ、それ以降、まあ、晴れてるんですよね。夜中も晴れ、夜も晴れで、月曜になると夜中が曇りって感じなんで、僕はその四国カルスと行くんだったらテント張って夜中に星を見たいなって思ってるんで、まあ、明日行こうかなと。まあ、ちょっとそのなんかルート的には考えてたのとちょっと変わっちゃったんですけど、まあ、本当は今宇和島ってとこなのかな、
いて、そこからこう海岸沿いをぐるっと回って、で、まあ、四万十市とか、あとは須崎市っていうのかな、高知県の須崎市っていうところからこう四国カルストにのまた登っていこうかなと考えてたんですけど、まあ、なんせこう先の天気って分かんないじゃないですか。まあ、だけど明日の天気だったら、そのまあ明日の天気もぶっちゃけ分かんないけど、まあ、先よりも何日か先よりも多分明日の方が、まあ、当たる確率は高いと思うんで、まあ、なので明日四国カルスト行って一泊しようかなと今考えてます。近いですね。こっからだと66キロです。まあ、四国カルストはキャンプ場があって1張500円って書いてあった。まあ、明日日曜だから混んでる、いやどうだろう、日曜だから混んでないかもしれないけど、まあとりあえず行ってみようかと思ってます。で、まあ明日は四国カルスト行って、で明後日は四国カルストからまた下ってって、四万十市の方に行こうかと思ってます。なので、そうですね、まあ、四万十川沿いのキャンプ場があるんで、まあ、そこに泊まってちょっとその四万十川ら辺を散歩したいなって思ってます。まあ、結構もう出発してから今日までバイクでずっと走って、まあでかいトラックに煽られながら 50cc で走って、もうほんと結構なんだろう、前回の北海道とは比べ物にならないぐらい疲れてしまって、はいっていう状況なので、まあちょっと四万十川沿いでリフレッシュしたいなと、まあ、今考えてますね。まあ、あとお遍路、まあ、当初は四国88箇所を全部回るって言って、でそれをやっぱやめて、じゃあ39番札所から回ろうって、まあ、今日の朝は言ってたんだけど、まあ、おそらくそれもやらないと思います。まあお遍路もなんだろう、今の僕の心境で言うと、なんかなんだろうな、ちょっとめんどくさいなっていう、なんかこう お寺をこうスタンプラリーみたいな感じで巡っていくのがなんかめんどくさいなって思って、まあ多分めんどくさいなって思ってるやつが やるようなことじゃないじゃないですか。まあだから、まあ、本当になんだろう、心からやりたいなって思った時にお遍路はやりに来ようかなと。まあその時はちゃんと1番札所から88番まで、もしくは逆で回ろうかなと。まあ歩いていくのもいいなって今日思ったな。今日歩きお遍路の男性と話したんだけど、まあ、その人はな、関西から来てるって言ってて、まあなんか今ちょうど半分ぐらい、まあそうだよね、愛媛だから、そうか、半分ぐらいって言ってて、1日なんか30キロぐらい歩いてるって言ってたかな、確かそんなこと言ってた気がする。でほとんど毎日公園で野宿してるって言ってた。なんかテントとか持って歩いてて、まあ荷物はパッと見すごい軽そうに見えたんだけど、15キロぐらいって言ってたね。でちゃんとお遍路の格好して、足はでもサンダル、あでもお遍路って、まあ、あんま決まってないと思うけど、その人はサンダルだったな。結構早歩きで歩いてて、ロン毛でかっこいい人だった。うん、まあとりあえずそんな感じ。まあだから明日は四国カルスと行って、で明後日四万十市と四万十町っていうのがあるんで、ね、だからまあ明後日は四万十市の方に行って、まあ、四万十川でリフレッシュして、まあなんかずっと四国に来たのにずっとバイク乗ってんのもどうかと思うんで、ちょっとね歩きたいっすね。なんかもう正直もう本当にもう言ってしまうけど、もうバイクに飽きてきちゃって、なんか疲れますね、やっぱ 50cc は。
な、北海道行った時は全く感じなかったけど、いや本当に北海道では 50cc でしんどいって全然思わなかったんですけど、今回はもうかなりきつい、疲れる。時間19時50分とかそこら辺ぐらいから結構雨が降ってきましたね。まあ確かに昨日見た感じの天気予報だと今日明日って雨なんかがっつり雨じゃないけどちょっと雨みたいな感じだったんで、まあでもさっき見た天気予報だと、まあ四国カルストとかは明け方かな、明け方ぐらいは雨だけど、まあなんか日中というかもう朝には止んで、でもうその後ずっと晴れっていう予報なんで、まあ明日は大丈夫だと思います。まあここも多分朝には止んでると思うんで大丈夫でしょう。まあ問題なのはまあこっからテントまでちょっと距離あるんで、まあ、結構さっき一瞬テント戻ったらそれだけでも結構濡れたんで、まあ、こんな感じで僕の僕がテント張ってるサイトからトイレまではこの暗い中を歩いていかなきゃいけないと、まあ、しかも雨が降ったから結構滑るんだよな多分ここを、あの明かりがトイレですね。こっち側が川になってて、でまあもう少し向こうを進んでいくと第2テントサイト、第2キャンプ地っていうのがあって、その向こうが第3キャンプ地っていう、ここはトイレ。今8時過ぎ、まあ、朝は結構冷えますね、まあ、なのでホットコーヒーを飲んで目を覚ましてから、四国カルストに向かって行こうと思います。川の音しか聞こえない。まあ、土日なのに、土日、まあ、今日日曜でだから昨日は結構人がいるかなと思ったんですけど、キャンプ場は奥の別のサイトに、まあ多分1人2人ぐらいいるぐらいで、こっち側には僕しかいないですね。行きますか。まあ今のところ結構寒いな。四国カルストも標高が多分高くて、あと風が強いらしいから、まあここよりもっと寒いと思う。今日は朝キャンプ場で食事してないんで、っていうかもう全く食材がサバ缶以外なかったんで、ファミマでタンパク質とカロリーを補給して、まあチーズって結構タンパク質多いんで、だからこれはサブ6 18g ぐらいか、まあ、本当は卵が一番コスパいいんですけど、あと肉まん、相変わらず肉まんはからし付きですね。ありがたい。
国カルストまであと53キロ。まあ結構そんなに長い距離走らない。しかも、まあ、ここの道はもうこんな感じで、まあ、あんまり車通りがなくて、だからもうかなり楽にもうのんびり走れますね。 50cc でも全然きつくはない。ちょっとさっきから走ってて気になってんのが、ちょいちょいこの今映ってる、あ、ミツバチか。あ、これミツバチの小屋っぽいな。いや、わかんない、違うかもしんない。でも蜂がすごいいる。あ、そういうこと。まあ、四国カルストの、まあ、キャンプ場の周りには多分なんか売店とかもあるらしいんだけど、まあ、まだ見たことないから何が売ってるかわかんない、まあ、だからあの途中デイリー山崎かなんかがあるんですけど、まあ、そこ寄って、まあ、今日の食材、夕飯、まあ、お昼とかも食材買ってからキャンプ場に、まあ、行こうかと思って。で、意外とその山崎とキャンプ場って近いのかなと思ったら、なんか22キロとか離れてるんで、だからキャンプ場ついてなんか足りないってなって、食材とか足りないってなって、また行くのも結構大変なんで、だから忘れずにそれは行っとかないとなって感じ。まあでも意外とキャンプ場の周りもなんかチーズとか売ってるらしいんで、なんか牛とかがいるみたい。まあ行ってみないと分かんないですね。こっちは道路っ端にこういう、人形っていうのかな、どういう素材なんだろうこれ。あ、結構硬い、まあ、こういうのが立ってて、まあ、だからなんか畑仕事してる人とかもなんかパッと見、あ、この人人形なのかなって思う時がちょいちょいありますね。道の駅日吉夢産地、道の駅でキウイ買いました。愛媛県紀北町産、まあこの町で採れたキウイ。なんか最初みかん買おうと思ったんですけど、なんかキウイがあったんでキウイにしました。見えるかわかんないけど、今ここに、まあ、さっきの人形、まあ多分カカシだと思うんですけどがあって、だからまあ今映ってる人形なんてまさにもう本当にパッと見人、おじさんなのかなと思って。もうこの彼に至ってはマスク、まあ、ちゃんとつけてないけどマスクしてるからね一応。今高知県梼原町を通過中、まあ、ちょっとスーパーでなんか食材見てからカルストに向かおうかと思います。
今梼原町を通過中。水がすごい綺麗、青い、水が青い。昨日歩きお遍路の方に聞いた話だと、なんか仁淀川っていう川もすごい綺麗って言ってた。なんか仁淀ブルーって言ってたね、その人は。向こうに映ってるのが今走ってた国道で、今はあのなんか橋を渡って中小屋橋っていうのかな、そこに橋があって、まあ、それを渡ってちょっとこっち側に、まあ、歩いて行きました。まあそこに見えるかわかんないけど、ここに僕のバイクが止まってますね。水が綺麗。向こうにずっと、ま、もっと走っていくとカルストの方ですね、四国カルスト。そうだ、中小屋、今の橋が中小屋橋、中小屋橋って言って、まあ、国道と集落を最短距離で結ぶ便利な橋って書いて、バス乗り場って書いてあるんですけど、まあ、中小屋っていうバス停なのかな。時刻表は、時刻表とか全くないですね。まあ、一日に何本あるのか分かんないけど、全然なさそう。って感じで、あともうちょっと、もうちょっとって言ってもあと30キロぐらいなのかな。いやもっとか、多分50キロ60キロぐらいかな。まだカルストは行きますか。四国カルストまであと13キロ。まあこっからこの山道を13キロ走っていくっていう感じだと思う。結構寒い。パワーが足りない。1キロもしないぐらいで四国カルスト、まあ、もうここは四国カルストだと思うんだけど、まあ、多分あっちに見えてるのが、あっちになんか風車が見えてて、だからあそこら辺まで今から行くんですけど、お昼ご飯さっきスーパーで買って、カツオのたたきとお米パックのご飯買って、まあ、どっかで食べてから四国カルスト行こうかと思って、まあ、食べるとこ探してたらなくて、道端で食べようと思ってたんだけど、なんかいい感じのところがなくて、まあ、結局もうすぐ着いちゃうんで、とりあえず四国カルストっていうか、まあ、あっちはなんか晴れてんだよな。だから晴れてるとこ行って
カツオのたたきを食べようと思います。はい、めっちゃ遅い、もう止まりそう、止まりそうなぐらい遅い。とりあえずなんか天狗高原パーキングみたいなところについて、まあ着いたんだけど、まあ確かに景色はいいな。ただなんか お昼ご飯食べれそうなとこがない。まあ今映ってる方から走ってきて、まあてっきり僕あっちに行くもんだと思ってたんだけど、でもあっちに行きたいんだけどな。あっちはどうやって行くんだろう、わからん。寒すぎ。ここが高知県と愛媛県の、県境境、ここに線があって、まあ今は僕は高知県にいるんですけど、今愛媛県に入りました。バイク並んできてるもん。
今受付して、まあこんな感じのキャンプ場、まあそこここら辺にバイク乗り込み OK で、まあテント張っていいって書いてあるけど、あんまやってる人がいないな。こっちには何人かいるけど、寒い。とりあえずここにテントを張ることにします。まあ芝生だから寝心地がいいかなっていうのと、あんまり人がいないんで、まあここにもう一個テントサイトがあって、あっちは、まあ、結構人がいて、まあ、あっちの方がね水場もあってトイレも近いからあっちの方がいいと思うんだけど、まあでもなんせ人がいるから、まあトイレするときは歩いていけばいいやっていうことで、まあ、どうせ夜星見るんで外出るからね。まあって言っても今こんな感じでもう雲が、すごい雲がかかってるから、今日の夜はどんな天気か全く分かんないけど、まあとりあえず今から飯でも食って、テント設営完了。めっちゃ寒い、あと風が強い、天気もそんな良くない。まあ、夜は分かんないけど、まあそん時はそん時でって感じですね。で人が少ないな、こっち側はテント張ってる人がいない。今時間が15時9分、テント設営して、まあ、テントの中に避難しております。もうすごい寒くて、まあ今日はさっきじゃないや、出発してすぐに肉まんとチーズ食べて以来何も食べてなかったんで、まあさっきスーパーで買ったカツオのたたきとパックご飯を食べようと思います。まあ、高知はカツオが有名で、まあ、高知県産、まあ、せっかくなんで食べます。まあ、ちょっと上の方に歩いて行ってみたんだけど、まあ、ここにキャンプ場っていうかテントサイトがあって、まあ、そこ見たらね結構空いてるんですよね。まあ、水場も本当にすぐだしトイレも近いから、まあ、正直そっちの方がいいと思うけど、まあ、でも人が多すぎて、そう空いてるっていうのは人が多いからね、うるさそう。でもにしても僕のテントとバイクはここにあるんですけど、なんか離れすぎっていうかポツンと一軒家みたいな感じ。まあでもこれで静かに寝れる気がする。すっごい寒い。あ、こっちもなんか続々とテントが張られてきて、まあ、みんな向こうに張ってるんだけど、こっちって張っちゃダメなのかな、なんかそんな気がしてきた。まあ、もう張っちゃったからしょうがないんだけどさ、コーヒーを飲もうと思うんですけど、まあ、なんせ風がすごい強くて、多分今までこの風防兼ごとくだけでアルコールストーブでコーヒー沸かしてたんですけど、多分それだと沸くのがすごい遅いと思うんで、このウッドストーブをさらに風防として使います。まあこんな感じで今火つけてマグカップ乗っけてやってます。結構ちょうどいい。コーヒーは普通に分けました。まあだからあのウッドストーブがあると結構便利ですね。あれ軽いし、まあ薄べったくなるから荷物にならないです。今時間が16時25分、めっちゃ寒い。もうダウン着てヒートテック着て、タイツ履いて分厚い靴下履いてって感じなんですけど、でまあこうウェザーニュースで気温を見てみたら、今が現在気温11度、 11.4 度、まあ寒いですよね。で、まあ、この後どんどん寒くなって、まあ、23時には4度で、夜中の1時3度で、夜中の、2時3時が2度で、明け方4時5時6時、7時は1度
って書いてます。寒いな。だからまあ明日は予定では、今の段階の予定では明日は、まあ、四万十市に向かおうかと思ってるんですけど、だから多分明日8時とかに、8時9時とかに出発したいんですけど、その頃も出発する時間も全然寒いんですよね。気温が、まあ、9時でもまだ5度とかだから大丈夫かな。今5時27分、まあ、結構人が、まあ、集まってきました。ちょっとトイレに行くんだけど遠いな。これ夜中とか結構トイレ行くの億劫だな。まあまあそんな行かないと思うけど、回数的に。でまあ今のところ雲がかなりかかってるから、どうだこの後の天気はどうだか分かんないけど、ウェザーニュースでは晴れるみたいだから、まあ、確かにすごい景色はいいんだけど、なんせ寒い。もうこんなに寒いって知らなかった。なんか寒くて風が強いとは聞いてたってか書いてあったんだけど、確かにまさかこんな寒いとは。今から夕食を作ります。まあ、さっきスーパーで買った卵、これはね 2L じゃないか、なんか LL っていうのかな、 ML で LL っていうのがあって、一番大きいやつ卵でオリーブオイル、まあ以上です。これで、卵焼き、まあ、いつも僕オムレツって言ってたけど、オムレツっていう名前はちょっと多分合わないんで、卵焼きを作ります。今外は結構寒いで風が強い。はい、で使うのは、まあ、これっすね。まあ今日コーヒーを沸かしたのと同じ、まあ、アルコールストーブ、あのちょっと薪とか炭とか何もないんで、これでアルコールストーブに、ウッドストーブを風防代わりに使って、まあ、あとはこれおなじみアルコールストーブ用の風防剣ごとくも使って、であとはこれです。メスティンでやります。もうこれしかないんでこれでやります。まあ今までっていうか、今回2回この卵焼きを作って、うわ風すげえ、ちょっと待って飛ばされんなこれ。今まで2回これで卵焼き作って、あの最初にオイルを敷いて、オイルを加熱してから溶いた卵を入れてたんですけど、まあそれやってもメスティンに卵がつくことはちょっと避けられないんで、もうなんだろう、油を加熱してそれに溶いた卵を入れるっていうやり方はせず、普通にもうまずメスティンに卵、まあ今回5個使うんですけど、これをもうこうやって入れます。これ5個まず入れていきますね。あー本当に大きいな卵。まこれを見えるかな、あー微妙だ、まあいいや。まこれをこうこの中で油と一緒にこう混ぜていきますと、もうメスティの中にもう最初に加熱する前にこの卵の溶き卵を作るって感じですね。まあ油を入れる意味が果たしてあるのかわかんないけど、まあどっちにしろくっつくんですよね、油入れても。だからまあ入れなくてもいいかもしれない、まあいいとも入れなくて、まあでもオリーブオイルはカロリーは稼げるんで、まあこれでカロリーも取りますと。まあこんぐらい、まあ、本当はチーズとか納豆とか入れたいところだけど、まあ一応納豆はあるんだけどね、そのまま食べますね納豆は今日は。はい、よいしょ。
そしたら、まあ、アルコールストーブに火をつけて、でまあついたんで、こうするとね多分弱いんだよな、こうのがいい。あ、これダメだな多分。これダメだ。そしたらこれをもうちょいこっちにやってこうか。あ、こうだな。あ、オッケー。まあ今こんな感じ状態。ちょっとここはみ出してるけど、もうこれで多分大丈夫。まあアルコールストーブはメスティの真ん中に位置してるから、これで蓋をします。中経過としてはこうグツグツ言ってくるんですよね。あ、この方が見やすいか。グツグツ言ってくる。でこうちょっとなんか、かき玉みたいな感じになってきて、まあ、これはいい兆候ですね。まあ、これで蓋をしてもうちょい待つって感じ。だからフライパンでやるオムレツみたいに一瞬ではできることはないですね。そうするとしばらくするとこんな感じで膨らんでくるんで、ここら辺まだ、まあ、パッと見焦げてない、ここら辺がまだちょっと液体って感じ。だからこれでもう火から下ろして、多分蓋閉めればいい感じになると思うんで、下ろしましょう。よし、で蓋をすると、うい、はい、これで蓋をしてちょっと待ちます。卵はこんな感じになりました。結構あれだな、固まりきってない、半熟な部分が多いですね。半熟にもまだ、半熟よりまだ未熟かもしれない。だ、意外ともっと火で攻めていいっていうことですね。モコモコってなってからしばらくもうちょい やった方がいいかも。焦げとかあんまり気にせず、まあ、卵は結構美味しかった。いや、いいね卵焼き。ゆで卵の方が洗い物はなくていいけど、あ、出来上がる時間で言ったら卵焼きの方が早いな。でまあ今日はあと、スーパーで買った納豆と道の駅で買ったキウイ、まあ、これ全部食べないけど安いですよ。これこんだけ入って250円、愛媛県産。あとサバ缶、サバ缶もこの間ドンキで1個90円ぐらいでまとめ買いしておいたんで、サバ缶を食べます。あとはお米もあるんで、まあ十分ですね結構。あとちょっと暗くて見えなかったアボカドもあります。僕の中でアボカドはあの野菜カウントなんですよね。まあ食物繊維も入ってるし結構カロリーもあって、いいと思います。アボカド、まあ、効率がいいと思うんだよね。今12時前、24時ちょい前ぐらい、結局ずっと曇ったままで、まあところどころ月すら見えなくなったりして、まあなので星は見えないっす。まあもしかしたらこの後晴れてくるのかもしれないけど、まあちょっともう眠いんで寝ます。明日はまあ多分四万十市の方に下ってって、まあ四万十川沿いのキャンプ場で寝ると思います。今夜中何時だ、時間わかんないけど、もう風がすごい、テントがもうずっとこんな感じ、すごい吹っ飛ばされそうな感じ。今夜中多分2時3時とかだと思うけど、もうずっとこんな感じで吹っ飛ばされそうなぐらい風が吹いてますね。寒いなと。3時50何分だったね今で、外出てみたらまあ映ってないけど、すげえ星が晴れましたね。めっちゃすごい、めっちゃ寒いけど星はすごい。おはようございます。今7時54分、よく寝た気がする。
なんか喉が痛くなってきた。結局朝4時前ぐらいに一回外見てみたらめっちゃ星が綺麗でしたね。まあ、結構今日は晴れてる。おーすげえ。もうこの晴れてるうちに今多分気温も高いと思うんで、もうあったかそうなうちにちょっと四万十まで下っていこうかと思います。朝、まあ、ごはんはなんかあんまお腹空いてないんで食べずに行こうかな。あ、で昨日の夜寒すぎて北海道これ 4つ貼りました。脇の下、両脇の下と両足 の両足に貼りましたね。朝のキャンプ場すごい晴れてる。とりあえず撤収が終わったんで出発します。まあ、今日は四万十市の方に向かって、まあ、ざっくりだけどざっくり四万十市の方に向かって、まあ、下っていくって感じかな。とりあえずトイレ遠いからこのバイクでもうトイレまで行って、あっちでちょっとルートもう一回考えてから行こうかな。まあ、とりあえず今日は四万十川キャンプ場を目指して行こうかなと。100キロちょっとだね。で多分途中まで昨日と同じルート走るっぽいんだけど、まあでも そのルートで行くと四万十川沿いを後半走れるんで、まあ、そっちの方がいいかなと思って、まあ、結構四万十川でチンカ橋って言ってなんかドラマとかに出てくるような橋がいくつもあって、だから そういうとこを通っていこうかなと思ってます。行くか、寒い。まあでもどんどん標高下がってくんで多分 あったかくなってくると思うけど、行こう。寒い。昨日も通ったとこで、昨日も通ったかな、分かるのよ。まあ、昨日と同じ道に入るのかなと思ったら全然違う道を下ってますね。だから四国、本当だったら多分みんな四国カルストのあの道をもう一回こう下っていくと思うんだけど、もう全くその道ではなく誰もいない山道を下ってますね。まあ、ここはここですごいいい感じ。まあ、今映ってるなんかこのミラーがなんか異様に低くてでかいな。なんかポツンと立ってる感じがなんか寂しげな雰囲気があってすごい僕はこういうのが好きですね。で結構気温も上がってきてよかった。今日と同じ道だと思う。あ、そうだね。あ、なるほど。面白いね。
今時間10時44分、意外ともう結構経っちゃって、今松野町っていう町を通過してますね。愛媛県松野町で、まあ途中どっかで朝ごはん買おうかなと思ったんですけど、全くそういうお店がなくて、こうやってバイク止まってると、あったかいんですけど、あったかいって言っても今もうヒートテック着て、まあ、結構着込んだ状態であったかいって感じ。走るとすごい寒い。さっき気温見たら10度って書いてあった。10度だから多分今関東とかより寒いんじゃないかな。まあそれが標高のせいだったのか分かんないけど、まあ多分こっから先は天気予報見たらなんか16度とか書いてあったから、まあそんな寒くないと思うけど、とりあえず、カルストから下ってく道はものすごい寒かった。四万十市のキャンプ場、四万十川キャンプ場ってとこまであと50キロぐらいだから意外とすぐなんですよね。とりあえずここで、休憩してから行こうかな。チーズカレーマンとマイカルズチーズと、あとはホットコーヒー。なんかファミマはコーヒーが、なんか濃いめとか選べて、だから濃いめを選びました。まあ、コーヒーもアルコールストーブで沸かせばいいんですけど、アルコールをちょっと貴重に今は取っておいてるって感じですね。まあ、今日の夜も多分キャンプ場でアルコールストーブで卵焼きとか作ると思うんで。神社でちょっと休憩、まあ、休憩というか、まあ、神社にちょっと寄ってみて、なんか日本一周とか、あとは四国を歩いてお遍路してる人たちは結構神社で寝たりしてる人もいるらしい。でも確かにこういうとことかマット引いて寝袋さえあれば全然寝れそうな気がする。まあ、ただ、まあ、トイレとか水道とかそういうのはない。まあ、水道はあるんだけど、まあ、あるっちゃあるか。まあ、トイレだね。トイレがあったら、まあ、完璧って感じ。まあ、もちろん神社だから、火気厳禁だと思うんで、まあ、調理とかはできないと思うけど、まあ、でもこういう、なんだろうね。まあ、文句はあんま言われないと思うけど、いいか悪いかは分からんけど。ここにアケビがなってますね。見えるかな、アケビ。頑張れば取れそう。で、今落ちてんの拾って、まあ、食べれるかわかんないけど結構いい感じ。もう割れて、まあアリとか入ってるかもしんないけど、ちょっとこれはキャンプ場に持っていこうかな。こっち、あ、やべ、こっち来てから結構アケビを見かけますね。すごいな、こことかにもなってる。ちょっと頑張って取ろうかな。ここはめっちゃ届きそうだわ、アケビ。あ、さっきのよりもやっぱこっちのがいい感じだな。ちゃんと紫で、ちょっとこれは後で食べよう。
さっき四万十市に入って、まあ、これは四万十川だと思うんだけど、今四万十川沿いをずっと走っております。すげえ綺麗、カヌーが浮かんでるね。カヌー乗りたいな。これバイク通っていいの？うわすげえ、すげえな。道を走ってたらお茶道っていうのがあって、まあ、ちょっと気になるんで見てみます。お茶道、ああお地蔵さんが祀られてるお堂って感じですかね。お茶道っていうんだ。へえ。茶道、あれはあれか、四国88箇所の御朱印なのかな。農協掛け軸ってやつか。でまっすぐ裏には四万十川が流れてます。まあ、こういうとこでコーヒー飲みたいんだよな。寄ってみてやって書いてあったんでちょっと泊まってみたんですけど、まあ、何も置いてないですね。ここに何だろう、野菜とか置いてあるのかな。普段っていうかそういう時は曽我神社。なんか四国にはこの狛犬が、河童の神社があるって聞いたことあって、だそこ行ってみたいんだけど、確か愛媛県なんですよね。もう通り過ぎちゃったと思うんだけど、曽我神社。知恵の文殊さん、頭が良くなり人生が開けますらしい。お寺かな、文殊菩薩だからお寺か。住所、名前、願い事、川六個、さっきのとこかお知らせいただければ。今行ったお堂、お寺、妙林寺っていうらしくて、
1300年の昔より文殊菩薩が奉納されており、最近ではお参りの方も少なくなり、功徳が濃縮されています。お参りください。濃縮されてるらしい。すげえ。で、全ての祈願、合格祈願、就職祈願、ただし本人の努力は必要って書いてますね。当たり前ですよね。面白い。今渡ったのが佐田沈下橋っていう橋、今成橋っていうのかな。もう四万十市街はもうすぐそこで、だから四万十川キャンプ場っていう無料キャンプ場ももうすぐなんですけど、昨日銭湯とか行けなかったんで、今から中村温泉っていう銭湯が、なんかレトロな銭湯があるみたいなんで、そこに行こうかなと。四万十市街の方だね。もう一回沈下橋を渡っていきます。あー、めっちゃ気持ちよかった。今から四万十川キャンプ場行って、とりあえず設営して荷物置いて、ちょっと市街地を散策しに行こうかと。買い出しとかも含めて。結構広くて、どこに貼ってもいいって感じ。一応向こうに和式トイレと水道があって、ここら辺には水道ないな。こっち側には見た感じないね。向こうに映ってる橋が今渡ってきた橋で、あれを渡ってくと市街地っていうか、
まあ、コンビニとか、まあ、そっちの方に行けると。だからまあ歩いても行けるって感じです。だとりあえず設営して、今から設営してちょっと歩いて向こうの市街地の方に行こうかな。テント設営完了、まあ、今から、あ、疲れた、ちょっとお腹すいたな。ちょっと市街地の方に散歩して、まあ、なんかお店入るか、まあ、なんか買い食べ歩き的なことするかわかんないけど、まあ、あとはちょっとドラッグストアとか行ってアルコール燃料とか買っとこうかな今のうちに。あとは夜の食材、ちょっとなんか野菜が欲しいね、ビタミン。一応アボカドとキウイは買ったやつがあるんだけど、まあ、ドラッグストアでアルコールストーブの、まあ、燃料を仕入れて今市街地の方に向かってます。なんか食べる、お腹すいた。すごい魚がいっぱい集まって泳いでる。何の魚かわかんないけど、でも釣り竿持ってたら釣りしたかったな。商店街、まあ今日閉まってる店も多そうな感じ。オムライス500円、トロトロオムライス500円、やってなさそうだな。でも美味しそう。結局商店街で何か食べようかなと思ったんですけど、まあ、なんかあんまりいい感じのとこがなかったわけじゃないけど、まあ、結局食べずスーパーで買い出しして、まあ明日の朝の分とか今日の夜の分買って、まあ今日の夜って言ってももう17時なんだけど、まあとりあえずお腹空いたんで今食べて、まあ夜20時とか21時とかに夕飯また作ろうかなと、思います。さぬき米おいで米、はい、香川県の会社が作ってんのらしい、香川で。あとはカツオのたたき、これはどこ産なんだろうね、書いてないね、どこ産かは。まあ高知県四万十、ま、で加工してるらしいけど。あとはトマト、トマトめっちゃ重い、ずっしりしてる。まあ、とりあえずこれを今から食べます。疲れた。もう5時30分回ってるけど、まあ今日はちょっとなんかひんやりしてるんで、気分的にホットコーヒーが飲みたいんで、じゃ今コーヒーを沸かしてます、アルコールストーブで。相変わらずインスタントコーヒーを水に溶かしたのを、まあ、ただ加熱してるだけなんですけど。今日の夕食ですね、こっちの方が見やすいか。今日の夕食、さぬき米おいで米、まあ、お米パックご飯、また納豆、卵、これ5個今から卵焼きを作ります。まあ作り方はいつもと同じ、いつもっていうか、まあ、昨日もやったか。メスティンに油敷いて、これアルコールストーブでやります。まあ今日は風がないからこのちっちゃい風防だけでいけるかなって感じですね。まあ、あとはアボカドで、これ今日、全力でジャンプして取ったアケビ。アケビって知ってます？これね、中開くと、これちょっと開くんですけど、まあ、ゼリー状になってる実があって、まあ、ちょっと甘いんですよね。だからこれはスプーンで食べる。小学校以来だな、食べんの多分。で、キウイ。愛媛県産。お、紀北町産。まあ、これは昨日道の駅で買った。まあ、全部食べないけど、まあ、こんな感じ。まあ、サバ缶は食べないです、今日は。さっき、カツオのたたき食べたんで。まあ、こんな感じ。いつもとそんな変わらない。じゃあ、まず、卵焼きを作っていきます。まあ、卵を溶いて、溶き卵にして、これを火にかけて放置って感じですね。簡単。アルコールストーブに火をつけて、で、これで、まあ、とりあえず蓋をします。まあ、昨日の教訓では、なんかいい感じだなと思ってから、さらに追うと。追って火にかけると多分もうちょいいい感じになるかなって感じ。で、しばらくするとこうグツグツ言ってくるんで、まあ、ちょっと中見てみると、まあ、こんな感じ。まあ、まだ、液状っすね。これはまだ昨日の段階にもなってない。だからもうちょい。これまだ。まあ焦げないですね、これ。あんまり。
さらにこう追い込んでいくとこんな感じになりますね、見た目が。あ、曇る。この状態が多分昨日ぐらいかな。まだね、液体なんですよね。え、あ、そうでもないか。あ、もういい感じかもしれん。もうこれ、でもあんまりこう余熱には期待しない方がいい。昨日の経験。まあ、行けるとこまで行って、あ、もういいかな。まあ、いっか。これでいっか。これであと10秒だな。で、まあ、火から下ろして、ちょっと置く。あんま置かなくてもいいと思うんだけど。まあ、こんな感じっすね。いや、結構美味しそうだな。まあ、これね、卵とオリーブオイルしか使ってないんですけど、まあ、例えば、だしとか入れたり、塩を入れたりとか、あとチーズ。あ、チーズは本当におすすめ。チーズ入れたりとか、納豆とかも美味しいと思う。まあそうっすね。卵だけでも美味しいっす。あ、今回、あ、いい感じだわ。こう周りにこう、隙間が空いて、あ、いい感じ。今回は、メスティンにこびりつくようなことがないっすね。まあ最初に多分、オリーブオイルをまんべんなく、メスティンの内側に塗ったというか、まんべんなく行き渡らせたんで、で、そこに卵を投入したって感じ。まあ、だから、こう、溶き卵は別の容器で溶く必要がなくて、まあ、このメスティンにもう油の膜を張ってから、卵を入れて、もうこの中で卵をかき混ぜて火にかけるっていうだけ。あけびをちょっと食べます。これ開けると、こんな感じになってて、これあんま見えないかな。こうね、中に、ゼリー状っていうのかな。ゼリー状の、まあ、実っていうのかな、実か。で、種が結構入ってて、まあ、種はこうスイカみたいに吐き出すという感じですね。これをスプーンで食べる。うん、なんかほのかに甘いって感じ。なんかネットとかだとこうよく表現されてるのが、なんか控えめな甘さのバナナみたいな味って書いてあって、まあ分からなくもない。でもバナナと比べるとだいぶ甘くはない。で、なんかね、酸味とかは一切ないっすね。まあ、不思議な味、あんまり特徴はないかな。なんか癖はないね、そんな。見た目によらず。でもね、こう、種が多いから、あんまり食べてる感じがしない。なんか、なんだろうね、満足感はあんまないかも。ほとんど種って感じ。